落合慶志郎落合慶志郎を4月16日から1965年3月12日は日本の内務官僚。徳島県知事、東京市第一助役、宇都宮市長、福井市長、島根県出身、落合亀志郎の次男として生まれる。1910年、日本大学大学部法律学科を卒業。1911年11月。 文官高等試験行政化試験に合格。1912年、内務省に入り、徳島県属となる。以後、徳島県理事館、鳥取県東博郡長山梨県理事館、大分県警察部長、三重県警察部長、長野県警察部長、群馬県書機関、内務部長、秋田県書機関、内務部長、石川県所機官,内務,内,務書記官内務部長、愛知県所機官。 警察部長、神奈川県内務部長などを歴任。1931年12月、徳島県知事に就任し、1933年6月まで在任。その後、東京市第一助役、宇都宮市長、福井市長を務めた。1965年3月12日死去、去年78、長井誠吉著産経新聞編。 長野県警100年の歴史産経新聞、1976年、199ページ、参考文献、昭和仏個人名録、漢方第3704号、大正13年12月25日、漢方第115号、昭和2年5月20日、漢方第4232号、大正15年10月1日、ありがとうございます。